った参考書教えてくれと。単語帳はこの3冊。ぐちゃぐちゃだよ、ね、やっぱ自己流でやっちゃダメだよ、ちなみやがって。知らない単語とか表現をメモしてノートまとめる。さて始まりました、ちっちゃんね。さあ、今回はハズや、ハズです。はい、そうだってリクエストが結構いっぱい来てたんでやりたいんですけど、まあ今生配信終えたばっかなんですが、はい、使った参考書教えてくれと。そうです、ね、何やってそんなね、偏差値43から青学立教合格まで行ったんだということで、はい、かなりいっぱい使ってたと思います、うん、そうですね。そんな8月からやってって、はい、一体何の参考書を使ったのか、はい、聞いていきたいと思います。じゃあまず英語からですね。そうですね、一応森って言って English チャンネルなので、はい、まあ、一応やってった順に話します、ね、はい、じゃあまず単語帳で言うと、うん、入る順番間違えたんで、はい、まず英検11級のパスタンから、はい、おお、なるほど。なんかちょっと最初難しいの覚えればいいだろうと思ってた、うんうん、あんま塾も言ってなかったので、うんうん、パスタン11級覚えて、熟語以外ですね、うん、熟語以外の単語部分覚えて、うん、でその後ターゲットです。あー、ターゲット1900。はい、ターゲット1900。じゃあ逆だね。はい、逆でめっちゃ覚えにくかったさ、11級の単語。そうだろうね、辛いよ、はい、いきなり、はい、これの全部知らないみたいな。あー、すごい難しかった気分、うん、で、解体英字一法ですね。あー、はいはいはい、好きだったっつってたね、はい、デザインとかも。はい、単語帳はこの3冊、はい、単熟語帳で、で、文法はポラリス1を最初にやって、うんうんうん、まあ、ある程度はまあ入ったかなぐらい。ああ、じゃあ別にその大岩の一番初めのとかやってないんですか？ああ、いや、一応やったじゃんかよ。大岩も一応やりました。どっちがそう？大岩が一番最初。じゃあ順番通りに行きますって言ったね。順番じゃないじゃんかよ。そうです、お忘れてました、はい、で大岩は、まあ、多分完璧にはなってない状態でポラリス、ポラリス行きました、うん、で、まあ、ちょっと被ってる部分とかもあって、うんうん、まあ大体そこで基礎は一応固めたかなっていう、うんうん、で、ネクステをやりました、うん、お、なるほど。2週か3週ぐらい、で、まあある程度会社の方に覚えても、うん、文法はそれ以降あんまりやってないです、うん、なるほど、そんな感じで。文法はそれです、だからあんまり、うん、そうね、まあ完璧にまではいかなかったですからね。総計レベルって言われたらいやいやいやっていうレベルでした。文法はぶっちゃけ9月ぐらいで、文法はもうそれ以降あんまりやってないんで。そうか、じゃあポラリスの別にファイナルもやってなければ、はい、やってないです。ああ、なるほどね。ポラリス1は結構個人的に文法の中で一番良かったかなってやった中で思います、うんうん、解釈やつ。あ、解釈。解釈はなんか格好つけちゃって、うん、もういきなり無理して基礎100から入ってます、はい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 、で、なんとか苦戦しながら一周して、まあ、二周してぐらいでだいぶ理解して、うん、肘先生の読解のための文法はやってないです。やってないんだ、そこで一気にもう解釈は一冊しかやってないです、うんうんうん、結構苦戦しました。そりゃそうだよ、いきなり基礎100だって入門もやってない。入門もやってない。読解のための文法もやってない、はい、いきなりやって苦戦したんですけど、まあ、自分の力で理解して、うん、そこで力つけました。力つきました。じゃなくて、はい、力がついたってことね。力が ついた、うん、それ文法とは並行してるの？文法の後？いや、文法の前です。前にやってる。もうぐちゃぐちゃだよ、ね、やっぱ自己流でやっちゃダメなんだよ。こういうとこやっぱね。文法の前にもう順一やって、うん、解釈ぐらいでしょ。バカだよね。それだけ武田塾入ったら多いってなるでしょ、絶対、はい、言われたでしょ。うわ、もう順序おかしいよって、はい、そうですね。それはなるわ。大変でした、結構、うん、順序逆やるんだから、ね、難しい方から簡単な方やっちゃってるから、ね、はい、でもやっぱ基礎役は良かったです。終わらせてみると、おただちょっと難しいよ、単語もレベルが高かった、うん、でポレポレとかはその上はやってないです、うん、じゃあ次は読解か。読解、長文ですね。まずソリューション1、普通の、はいはいはい、1やって、うん、ソリューション2、ああ2もやったね、はい、2をやりました。でその後ポラリス1をやってポラリス2もやりました、うん、であとあるルールズ、あルールズの3、うん、あ3、はい、だけ 3だけをポラリス2の前に、うん、やりました、ね、ポラリス2の前に、はい、ルールズの3なんだ、はい、でポラリスの3も少しだけ、うん、半分ぐらいやりました。これ結構最後の方なんですよ、うんうん、協定前にちょっと難しい英文読みたいなと思ってちょっと読んでました。なるほど。協定ばっかり読むとなんか読めなくなっちゃいそうだなと思って半分ぐらいで、協定は今参考書と過去問か、はい、はい、そうですね。それと過去問とは予想問題、ああ、はいはい、あ、そうだ、いろいろやってましたね。 Z 回だったりとか実践問題集やってましたね、はい、リスニングがちょっとマイナーな参考書使ってて、うんうん、リスニングの50のルールみたいながあるんです。結構マイナーなやつだと思います、うんうん、それを Amazon で買ってやってて意外と良かったかな。おお、なるほど。英語はそんな感じ、うん、あとはも
過去問、はい、過去問です。多分5年分ずつぐらい、統計受けたとこは5年分ずつぐらいは解きました。なんだかんだでね、あんまりマーチやってないからね。マーチは舐めやがってそんなにやってないです。さっきね、そのメンバーシップで話しててね、立教出題形式知らずに行ったって言ったからでも、はい、それで合格してるからね。まあまあまあね、総計には届かなくてもこうマーチは突破するってよくあるパターンですからね、はい、あと過去問もちょっとやり方、もういきなり総計の過去問から入ってた。そうそうそう、やってた。マーチの過去問はやれって言ったのにさ、マーチマーチの過去問は飛ばしていきなり総計の過去問。おかしいんですよ、だからね、その順序正しくやってたら変わってたかもしれないよ、結果どうですかね、まあというのはちょっとありましたけど、はい、じゃあそんな感じで英語はそんな感じでした。じゃあ国語はまず現代文のポラリス1、うん、野球先生のやつね。はい、なんか読解、なんで読解をさ読解っていうのさっきも思ったけど読解ですか、うん、読解で読解じゃないよ、はい、読解の現代文読解力の開発講座、はい、開発講座をやりました。難しかった、難しかった、なんとかやりきりました、うん、あれはほら漢字とか語彙、あそれ並行でやりました。そうそう、な何やった。漢字は河合塾から出てる漢字マスター1800、ね、はい、漢字マスター1800と現代文キーワード、はい、はいはい、現代文をやりました。はい、その後もう過去問ですね。ああもう、はい、もうであんまり現代文はやってない、もともとちょっと得意っていうのもあって、うんうん、それ以降ずっと過去問でやってました、うんうん、そして古文、古文は語呂語、はいはいはい、古文入ってからやったんですけど、うんうん、8月とかも全然分かんなくて、うん、語呂語やって単語ですね、はい、単語語呂語やって、うん、で結構マイナーなんですけど、うん、望月光の文法みたいなやつがあるんですよ、はい、ヨゼビの先生です、ね、英語で言うとこの大岩の参考書の立ち位置なんですけど、うんうん、それと、河合塾から出てる単純にトレーニングみたいなのをやって、マドンナ古文常識もやりました。あ一応、古文常識ありますね、一応一周だけしたんですけど、うん、あとポラリス1、うん、ポラリス2、古文のもう過去も入りましたね。おー、なるほど。一応過去も入った後に、まあ、協定前実力維持のために、うん、難関古文演習、はいはいね、難しい方、可愛いのやつね、これ結構難しいで有名なやつを半分だけやりました、うん、はい、半分、さっきも半分あったけど半分かい、はい、半分でも共通テスト来ちゃったので、あその後はもう過去もやった。じゃあ別に共通テスト対策の参考書やってない、過去問と実践問題、過去問実践問題、漢文は河合塾から出てる10日間の漢文トレーニングみたいなやつ、はい、と早覚え速度法ですね。漢文早覚え速度法だけです、うん、あと過去問に出てきた古文とか漢文に関しては過去問に出てきた知らない単語とか表現をメモしてノートまとめてました、うん、おーなるほど。古文は結構それが役に立って、全然知らない単語ないぜみたいな状態になってたんで、じゃあその葉月のそのノートオークション出しますそれやった方がいいかな、1万円からいや売れない、あと文化史も一応、あそうだ文学史ね、文学史もジェット街から出てる10日で極める文学史みたいなのがあるんですけど、はいはい、それの鎌倉までだけやってました、ね、なるほどね。鎌倉以降はほぼ出ない籠を見た感じ、6ページ分少ねー、6ページ分ぐらいしか少ねー。そして世界史です。まず最初にやったのが一回読んだら忘れない、うん、はいはい、世界史、それが結構薄い通詞の本、それを何回かとりあえず読んで、あれ一回読んだら忘れないんじゃないなんですけど心配だったんですよ、何回か読んでました。それが動画で始めた頃ぐらいの時期です。でその後にマルチトレーニング、はい、マルチトレーニングですね、をとりあえずもうバカ読みして覚えるみたいなをやってましたね。で結構後の方に12月ぐらいからサーキットレーニング、はいはい、サーキットね、鈴木先生が、鈴木ね、一番良かったかもしれない、世界しながら言ってたね、はい、鈴木ちょっとお礼言って俺進めてんだな武田塾チャンネルでも言ったよ鈴木の多分目に止まってないんだと思うけど、それもう一個のやつが平さんがおすすめしてた世界史の通信のやつなんですけど、これ、あストーリーで分かる世界史 B ね、はいはいはい、ストーリーで分かる世界史の上下を、うん、もうこれ本当に1回ずつぐらいしか読んでないんですけど、はいはいはい、早稲田とかの選択肢問題出てきたら、うん、ギリ思い出すみたいな、あなるほど、ね、で整合できる、うん、記述は書けないけど選択肢なら思い出せるよぐらいのレベルにしてました。あとユーテラ見て、そうです、ユーテラも全部見ました、寝る前とかに、と電車の中とか、面白いですからね、面白いですし結構出てくる、うん、なんか意外とマニアックなとこやるときある、 そこが刺さるとき結構ある、うん、来た昨日やったぜそういうのありますからね。それで世界史はそんだけ、あと過去問、世界史もで過去問もほぼ1月からですね、過去問始めた、はいはい、12月の記録つけてたか分かるんですけど、うん、12月の半ばとかに解いたセンター過去問がもう50点ぐらいで、はいはいはい、ちょっとこれやべえみたいになって、うん、マジ間に合わねえってなって、そこから1日10時間世界史やって、
分かる分かる、その気持ち。世界史だったから、はい、はい、よく分かる。でなんとか世界史は共通テストはあんま間に合わなかったんですけど、入試は間に合いました。そんな感じですね。当然たどり着いたんだからすごいよ。結構いっぱいやったんで、それなりに毎日10時間ぐらいやんないと。そう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 、これはね、あんた途中で終わらせてって思ってるかもしれないけど、やってる時間とんでもないからね、勉強時間1日のやってる時間がすごいんで。はい、今日はこういう形で青学立教までたどり着きました、はい、そうですね。ぜひ参考になったか分かりませんが、はいはい、ぜひとも参考にしていただければと思います。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. watching.